全日本ライトフライ級決勝戦5ラウンドを行います。赤コーナー6戦全勝、全6勝のうち1勝がノックアウト。公式計量はライトフライ級リミット108パウンド、角エビ宝石ジム所属、前田健太。決勝の舞台には髪を金色に染めるんだというその習慣、今回も健在です。前田健太、角エビ宝石ジム。青コーナー6戦全勝、全6勝のうち4勝がノックアウト。公式計量は107パウンド、琉球ジム所属、知念勇気。長いリーチを生かした伸びのあるストレートを持っています、琉球ジム知念勇気。全日本新人王ライトフライ級決勝5回戦、角エビ宝石ジム東の代表前田健太、琉球ジム西の代表知念勇気、ともに6戦全勝です。ハードパンチャー同士が拳を交えます。全日本新人王ライトフライ級決勝5回戦で行われていきます。まずは左のジャブをゆっくりと当てていきました前田健太、赤いトランクス。ここも右のストレート。一方青のトランクスは琉球ジム知念勇気です。身長差は12センチ、前田は160センチ。重たいパンチ。一方の知念は172センチです。放送の解説は飯田聡さんです。序盤から重たいパンチが入りました、そうなんですよね。知念のここ、ライトフライ級なんですけども、長身で、こういうスタイルの選手は、ストレート系が多いんですけども、この知念はこう大きいパンチを振るんですよね。そうなんですね。これまでも西軍代表戦でもいきなり序盤からその長いリーチを遺憾なく発揮。おっとボディ、まず素早いパンチを見舞っていきます。ミドルレンジからの左のショートフックも得意としていまして、さらに接近戦では打ち合いストレートとなるという知念勇気、青いトランクスです。同じ6戦全勝ながら前田は1ラウンド KO が1つ、一方の知念は1ラウンド KO が1度、そして2ラウンド KO は3回あります。おっと右アッパー、速攻仕掛けていきます。右のストレート、右のストレート、ボディ入り際もこのショートアッパーを入れていくところ、知念勇気。前田もすごくバランスも良くて、形のもう整った選手ですからね、はい、面白い試合になりそうですね、パンチも前田はどうでしょう、見えてるように。いや今のところこの、知念のパンチはちょっと角度が、あと伸びてきますからね、はい、ちょっとまだ見えてない感じですね。それだけ知念のパンチというのはどういうものなんでしょう。角度といい距離といい、このアッパーボディから突き上げるのもなかなか打つ選手いないですからね。突き上げるパンチまともに食らってしまうと非常に大きなダメージがありそうです。長いリーチを生かした伸びのあるストレートを持っている知念勇気。一方の前田160センチと小柄なんですが、東の決勝では身長差5センチ、リーチ差9センチの加藤に対して3対0の判定勝ちとしてこの決勝の舞台に駒を進めてきました。前田ちょっと頭を振りたいですね。それでパンチをうまくかわしていくと。そうですね、ちょっと直線的になりすぎているんで、はい、ですね、もうどんどんこう頭を振っていきたいですね。狙ってきますからね。おー、左一発、前田ダーン。残り10秒切ったところで左の一発、しかしどうだ、知念が今左の拳を少し当てているように見えましたが、突っ込んでのパンチ、気持ちが見えました。第1ラウンド前田がダウンを奪われています。青コーナー知念勇気選手、ラウンド終了後ゴング後の過激につきレフェリー土屋秀弘、知念勇気選手に対し1点減点を課しております。先ほど青コーナーの知念、ゴング後にパンチを出したということで1点の減点が与えられています。しかしながら飯田さん、はい、左です。怖
これですよね。もうここで届かないと思って前田も、まあ、回り込んだところなんですけども、はい、いや届くんですよね。知念のリーチだとこのリーチの長さが前田を苦しめています。ただ1点の減点、先ほどのダウンを与えたという部分ではこれで、まあ、互角になったという。まあ、知念のこれ本当にもう、ハートも強いし、はい、よく見てますからね。いい選手ですね、はい。そしてこの左を遺憾なく使っていきます。ジャブです。しっかりとガードを固めていく。どんどん前田こうですね、こう手数を出して頭を振りながら、はい、クリーンヒット増やしていきたいですね。1ラウンド KO は1度、そして2ラウンド KO は3度という過去の実績があります知念勇気。6月には2ラウンド KO で西武の新人王に輝き、11月の戦いでは1ラウンド2分43秒 KO、 西軍代表の座をつかんで今日決勝の舞台。しかしながらその知念に前田もストレートを浴びまっていきます。いいですよ、前田はこれですよ、この戦い方ですね、はい。これはローブローの注意が知念に与えられました。青いトランクスの知念に今注意が与えられて試合が再開されます。右中間距離からフックを当てていく、確実に当てていく。ここはしっかりとガード、しかしその上からでも前田強い投手を見せていきます。前田はこの戦い方ですね、どんどん、コンパクトな、連打で、クリーンヒットしていきたいですね。一方のこの懐に前田は入っていきたいというところなんですが、はい、知念はですね、西軍代表の試合後に相手はもっと懐に入ってくるかと思ったよというコメントを残しているんです。あまり入られることを好んではないように大きく、はい、すごいパンチです。知念も狙ってません、入ってくるところ、はい。いやこの知念のリーチ、身長、はい、でこのジャブの、まあ、スピードもいいですからね。この知念にジャブ突かれたらなかなか入れないですね。その知念のパンチ食らっている状況でダウンを取られた前田ですが、第2ラウンド積極的に詰めていきます。左回り際シューズの打たれた腰はアッカッパー、リガッパーです。もう知念自分の、まあ、リーチの距離以上にこう入っていってますね。打ち合いに入ってますよ知念の方が。なるほど、距離をどんどん詰めてきてる。そうですね、ボディ1ラウンドで見せた長いリーチのジャブ、はい、使えばもっと、支配できるんですけどね、打ち合いの距離で知念の方が戦い出しましたね。うん、おっとこれはコンビネーションを見せていきます。突き上げるアッパー、しかし前田はしっかりと読んでかわしています。逆に前田は近くなったんで、はい、自分のボクシングしやすいはずですね。そして前田は回転力、スピードがある選手です、はい。距離が詰まって拳が届く位置になると前田の回転力が上がります。おっとしかし右、いいですよ、前田ガードの上からまず打っていってですね、これでいいです。第2ラウンド終了です。琉球ジム知念勇気25歳です。石垣島出身の中今茂次会長、高校時代幼馴染の具志堅陽子をボクシング誘いまして、そしてトレーナーとして世界王座に導きました。同じ沖縄から元世界王者としてたくさんの人が見ていますが、さあ今第3ラウンドです。平中会長の姿も今リング下で知念にじっくりと見ていましたが、さあ前田第3ラウンド入っています。おっとアッパー、知念は打ち合いが好きなんですね。前に前に出ていきますね。距離を取っていた第1ラウンドですが第2第3と詰めています。試合は再び再開されます。前に前に詰めていく、一気に赤コーナーサイドに詰めていきました前田健太。細かいパンチを懐に集めていきます。左のフック、右のアッパー、しかし知念も返していきます。至近距離になって打ち合いとなってきました。接近戦になると知念はアッパー、そして中間距離になるとフックを出していきます。
まあ、知念のようなスタイル、身長リーチ、はい、長い選手は接近戦苦手だったりするんですけども、知念の方もう接近戦好きですね。ボディアッパー打てますね、はい、右のストレート。知念が通っています琉球ジムは沖縄那覇空港から車で15分、浦添市を走るバイパスから1本入った道路沿いにあるんですが、まあ、こじんまりと立つその琉球ジムで汗を流しています。前田リズム乗ってきましたね。アッパー、もっと自分のリズムをつかみつつある。右のストレート、前田健太、決勝の舞台では髪を金色に染めるんだ、アマチュア時代から続けている習慣だそうです。左のジャブ、アマチュアでは10戦6勝 1KO4 敗、前田健太。うん、顔面。いや、知念のこのボディは効くと思いますね。その前田はボディがどんどんこうダメージは蓄積されているようですか。若干ちょっと嫌がってる感じもありますね。左を伸ばしていく、まあ、ただ前田は人一倍自分は負けん気が強い、そして、まあ、スタミナもちょっと不安なんだという部分はありますけれども、まあ、決して弱音を吐かないという選手です。もちろん前田の方のパンチもどんどん当たってきてますからね。アッパーボディ、こういうところで前田は連打、それと知念の一発に対して2発3発返していきました。前田の方としては知念の、フックカウンターを注意しつつ、こういうポイントを集めていきたいですよね。はい、細かいパンチを5発顔面に見舞いました前田です。大きい相手に不安はないと話している前田健太。160センチが12センチの身長差、知念に挑んでいきます。第3ラウンド終了しました。門海老宝石ジム東の代表、前田健太20歳です。去年の12月にデビュー、1年経って全日本新人王の舞台に立っています。東の頂点で手にしたトロフィーは自宅に飾ることなく愛知の実家に送りました。欲するのはまず日本のベルト、挑戦するために必要なランキング、今日勝って日本ランク12位を手に入れることだけを考えています。第4ラウンドです。低い位置から知念がパンチを目指して、そして前田もストレートを伸ばしていきます。前田、いいリズム出てきましたね。足も動き出しましたね、はい、そしてサークリングしながら左のジャブを当てていく、そして右のストレート、ここは知念防戦一方、ガードを上げたままアッパー、突き上げるアッパー、右のストレート、赤コーナーサイドに前田を追い詰めた、あっと右、右のアッパー、顎にヒット、おっと前田の動きが止まった、左第1ラウンドにこれでダウンを奪いました。左ノック、いや前田も強気ですね。前に出ていく、打たれても前に出ていく、負けてなるものか、ボディ、前田も気持ちが見えます。第4ラウンド、前田にとっては唯一このラウンドからスタミナ不足気になるんだよなと話していました。しかしながら相手をイメージしてサンドバッグを前に連打の猛特訓を積んできました。全日本決勝の舞台、前田のスタミナとしてはどうですか。いや大丈夫だと思いますね。まあ、知念の方も、まあ、単発になり始めましたからね、はい、まあ、気になるのは前田のボディに溜まっているダメージ、まあ、それも大丈夫だと思いますね。そうですか、ここも距離を詰めて細かいパンチを見舞っていきます。前田一発で返した、大きなストレート、左アッパー、あーニュートラルコーナーに追い詰めました。知念連打連打、ボディへ詰めてパンチ、狙いを定めて打ち込んでいきます。お前田折り返しましたね。前田の方が、はい、自身の回転力手数があります。さあ気持ちがぶつかる、左飯田さん、知念も距離を縮めてますね。本当にですね、打ち合いになってますよね。ここはクリンチに出ました。前田頭を振りたいんですけどね、もう打ち合いに行ってますよね。さあ残り1分を切っています。右のストレート、ガードを固める、
細かいパンチ浴びせていきます。右のアッパー、さらに右のアッパー、左フック、拳を前に出すことで知念はリング中央に出てきました。あ、細かくここは前田、若干知念の方が、バテてきた感じがしますね。口も少し開いてきました。動きが鈍くなりました知念勇気。でもまだ一発ありますからね知念の方は、沖縄から世界へ琉球ジム初めての全日本獲得に向けて知念勇気。さあリング上で残り10秒です。ここはうまくかわした、パンチを返してきました。最後は左のフック。第4ラウンド終了です。ラスト1、具志堅用高をボクシングに誘い、そして平中昭信を育てた中今会長、今右から知念勇気に指示を与えています。一方赤コーナー前田健太、角海老宝石ジム。さあその中でセン・シャートレーナーの下で自分の拳を磨いてきました。一番心強いのは応援団、そう語る両者。全日本新人王ライトフライ級決勝ラストラウンドです。まずは細かいパンチから知念はしっかりとガード、そしてボディに一発返していきました。さあ、おっと激しい打ち合いになっています。おっと回転力が上がる前田、右を返していく知念。お、前田のパンチが当たりましたね、当たり出しました。知念の顔面右、それに右、右のストレート、右のアッパー、知念もこのアッパーがあります。さあラストラウンドは3分間。飯田さん、序盤からすごい打ち合いになりましたですね。共に強打者同士がぶつかってやっています。赤いトランクスの前田、お父さんお母さんが今日後楽園ホールに応援に来ている。デビュー当時から欠かさず応援に来て、愛知から新幹線で駆けつけたといいます。いい姿を見せたい、両親が来てくれれば。応援団は両親が全てを持ってくれる、本当に感謝しているんだと前田は話しています。手数をやめない、右、記念も返していきます。ガードしっかり左、左ノック、元世界チャンピオン平川が会長もチャンスですよ、常に聞いてますね。右のアッパー、左のアッパー、さあガードを上げる、知念が少しの距離を取った、しかし再びくっついています。左のフック、さらに左ジャブ、細かいパンチ、回転力のある前田。序盤は、知念の一発だ、このパンチですよね、はい、おお、左のフックで前田は第1ラウンドダウンを奪われました。しかしその後第1ラウンドゴング後に知念が攻撃をしたことで1ポイントの減点、そして2、3、4、さあ両者の距離が縮まって打ち合いとなっています。そして今第5ラウンド残り1分を切りました。中盤からこの前田の手数と連打、この速い回転ですね、はい、これがかなり効いてきますよね。回転力のダメージは知念いかほどか、口が開いてきている。しかし知念もここは歯を食いしばる、ガードを固めていくと左のフック。さあ知念としても残り30秒ほどとなりました。低い位置からさあ左のフック、知念は一発当てたいですよね、前田の方は綺麗にガードを固めてこの連打、クリーンヒットポイントを取りたいですね。知念にとってはここまで6勝のうち4つの KO、 しかしながら第5ラウンド苦しんでいます。一方の前田健太、激しいパンチを見舞っていく。さあ残り10秒、右のフック、右、回転力のある前田も打ち込んでいく。最後は左のフックを当てました。激しく間に合いました。全日本新人王ライトフライ級決勝、今右拳を上げた前田健太です。この試合は判定に持ち込まれます。再編をお知らせいたします。ジャッジ杉山敏夫47対46、前田健太、まずは前田1ポイント差。
ジャッジ浦谷信明47対46、知念勇気。今度は1ポイント差で知念勇気、東と西それぞれ1ポイントずつ。47対46、以上2対1のスプリントディシジョンをもちまして勝者青コーナー知念。琉球ジムとして初めての全日本新人王が誕生しました、知念勇気です。